メイヤさんって最初位置どこですか？僕エレキです。疑ってますけど。エレキです。判明する方はいなければメイヤさんも容疑者じゃないですか。最後ゲンさんどこに行けてます？だからエンジンの最初のところって言ったじゃないですか。でメイヤさんだってキッチンベッドには行ける位置です。最後メイヤさんが私だけ疑うのがおかしいと思う。2022年3月8日、今日も高田村は始まった。クルーメイト。今日のメンバーはだるま。おい、早いんじゃないか。おぉ、ちょっと早くないか。アルダルマ、早くない？中野だるま。え、なんで左の面積熱いんだけど、ちょっと。早くない？よくこれあれやな。なんか、だるま、だるま落としみたいになってんな。左だるま落としになってますね。おー、すげえ。僕から削られていくのか。今、はしごの登ったんですけど、僕、手使いました。おそうだろう、ずるじゃん、それ。パーティーグッズじゃん、お前の手錠、それ。手錠外れてた気する。こうやって手錠を 外せる状態にして、油断を誘うって作戦にしますか。なるほどね。おっさだ、ノーハンだ。魚さんはいた。ハタサコタケお二人、ハタタケ、タケハタ、プテダルマ、プテダルマ、窓目見んなよ。10日までは見ちゃいけないから、タケダルマ、プテダルマー、プテダルマが取り残されてしまった。メヤダルマ、弁当掃除します。今、ダルダルマ、こっちないです。エレキだるましょう。エレキだるま、竹だるま。はい、いやこれはむずい。今展望デッキの扉開けるところで竹尾さんが弾け飛んだのを見ました。でハイブリさんが目の前で扉を開けてくれていて、僕がそこに重なっていて、竹尾さんが今目の前で弾け飛んだんですよ。はい、鬼木が弾け飛ぶのも扉開けた瞬間立ってたのを見たので、すぐ近くにいると思います。ただ扉開けたのは僕なので、そう絶対プテ君側にいると思っていて、タケオさんがセリフです。ハイブさんがセリフ、うん、じゃあ僕の右側に犯人がいてハイブリさんが開けてくれたっていうのは、あ、ちょっと待って、これはね考えたい。タケオさんが開けていてハイブリさんが切っている場合は、それはないでしょ。じゃあタケオさんが開けていて大丈夫でハイブリさんが、いや、あるんじゃない？タケオさんが開けていてハイブリさんが切ってハイブリさんがシェリフを、いや、シェリフがありますけど、切るしかない時点でシェリフがなかなかレアキーだ。なかなかレアキーだ。ハタサコも左側にいたけど、ハタサコはどこにいるの？今メインホールのとこですよ。伊豆さん、女性のとこにいましたよね、確か。いや、いないけど。え？そう？俺タオルタツケやってるよ。今一回でもハタサコさん見てます。私除染終わってメイン出たぐらいのタイミングでハタサコさんがシャワーホームに入ってたんだと。あとごめんなさい、もしくは竹雄さんがシェリフで僕を切り、ハイブさんが乗っ取っている。だこれがあるかもしれない。プテヤさん殺すぐらいで、後ろまあレア系じゃない。まあ一応今の展望の扉が開いたから視界が見えて、うんうん、鬼木が立ってたっていう主張なんで、次キッチン開いてくれたら俺が扉開けてる主張が信じてもらえると思うし、他で死人が取れてるとこだけ洗っておきたい。今後ろ直近で無理な人を、そう、魚さんが宿舎にいたから絶対無理です。停電になった瞬間ぐらいでメインで右から左に行く人って人誰ですか？僕とすれ違った人。あ、ゲンです、ゲンです。あ、ゲンさんね。ゲンさんはどこですれ違ったんですか？ハタサコと。ハタサコさんの直後ぐらいにメイヤさんでした。ハタサコよりも僕の方が後でした。後です、後です。あ、ヌン最終最後左か右に寄せてます。これ浮いてる人って誰？俺ちなみにバイタル見たけど、まあ手端とかハイブリさんの言ってる通りぐらいに死んだタイミングです。でも浮いてる人間まで入れてる。ジミヤラウンジです。むずいっすね。ボタン押します。でエレキでハタサコ見たよ。はいはいはい。その後にゲンさんと会って女性の部屋でイズさんがいたはず。みんな誰がキッチンは欲しいかな。一応ジミヤがどこにいたの？ラウンジです。オッケー。ええ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待てよ、ちょっと待って。なんかいろいろおかしくて、なんかいろいろおかしくて、ハタサコが
ゲンさんは多分普通にまあキッチンなんだったら弁当で行ける位置だからゲンさんも普通に怪しいけど、ハタサコの場所も意味がわからないな。はい、はい、ぼ僕視点だと、メインの右から左に行ってるのでキッチンとかでそういうスキルが起きてるんだったらゲンさんは一応弁当で関われる距離ではあると思います。昨日それを言おうとしてました。で、ハタサコがハタサコってハタサコさんは原始点難しいと言っておきます。メイヤーさんとハタサコさんは私、はい、右に残したい感覚でエンジンまで突っ終わったんで、はいはい、停電機にいるんだよね。僕メインですよ。あの停電中だからメイヤーさんは見えなかったですけど、女性の部屋で伊豆さんがいたとは思ってるんですけど、伊豆さんの証言ではシャワーにいたっていう発言になります。ゲンさんってエンジン脇でエンジン配線をしてメインに行ってまたエンジン戻ってきたんですか？エンジン配線をした後に私はメインのゴミ捨て、メインの女性でボタン押しに行こうと思ってエンジン戻ったってことです、はい、とりあえず魚アルマが2人で死を取れてる感じでいい、ね、なおかつ、はい、まあ、これ繋がりって思われたらあれなんだけど、うん、停電中にアルマを、右の扉開けてる瞬間を確認していて、俺がその状態で金庫室に戻っているので、なのでアルマが金庫室から展望デッキに弁当を取るってこともできないっていう状況なので、うん、実施点では結構絞れてるかなと思っていて、で確認なんだけど、ハイブリさんとブタヤさんって停電中にカードスラッシュをお互いにしていて開けた瞬間に弾け飛んでるっていう状態でいいの？違うんですよ。僕は扉を開けずに扉を開けるのを待っていたからかなり画面内を見えてたのね。あ、うん、であれば、うん、容疑者って相当絞られると思ってて、なんでかっていうと多分ゲンさんぐらいしかいなくない？弁当で展望デッキ側から入ってくるしかなくて、キッチン側から弁当で、いやいや、キッチン側からじゃないとおかしい、うん、いやメイン側から行けるんで、ゲンさんはメインホールで最後左に行ってるから、うん、メインホール側からの弁当は可能ですっていうのを出してます、僕が。あ、でもそれって結局ハイブリさんとブタヤさんが死にしなくちゃおかしくない？だから死にできない、停電中だから扉が閉まってるんじゃないの？そうで、だから僕は誰も死にしてないからシェリフを第一に追いました。全く誰も見えなかった。うん、メイヤさんって最終位置どこですか？僕エレキです。疑ってます。エレキです。証明する方はいなければメイヤさんも容疑者じゃないですか？メイヤさんをメインに私残してるんで。メインに残してるというか、ゲンさんは僕がメインの真ん中から右に行くのを見てるし、ゲンさんその中から左に行ってるんですよね。で最後ゲンさんどこに行けてます？だからエンジンの最初のところって言ったじゃないですか。でメイヤさんだってキッチンベッドには行ける位置ですよ。メインのベッドがあるの。エレキっていつ入ったの？僕ですか？最後にメイヤさんが私だけ疑うのがおかしいと思う。いや、ゲンさんは行ける距離ですよね、でもメインホールからっていう話を出したら。メイヤさんも同意っていう話です。はい、オッケーです。じゃあボタン押して話しますね、僕視点の話を。ゲンさんが行けるところが短すぎます、そもそも。ハタサコとどっかですれ違ったのかな。ゲンさんっぽいな。ゲンさんボタン押したっけ。ゲンさんこういう時にいつも来るとき最強ボタン押すけど押さないから結構メタで分かっちゃうときあるんだよな。はい、はい、僕視点の話をします。コックピットでプテと一緒になったかな。でその後僕がコミューエンジンって行きました、はい、そのタイミングでメインホールに入って弁当のタスクをして右に行くタイミングで停電になるぐらいでゲンさんとすれ違ったはず。で僕は女性ゴミ箱タスクのとこの弁当タスクですよ。あそこ弁当ありますよ。あ、そっちか、はい、で、メインホールの除染室のところに1回入って誰もいないのを確認してエレキに降りてエレキの勝ちのタスクをやってメインに登ろうとしたぐらいでボタンです。ゲンさんがメインホールで左に行ってエンジンの最初のところまでしか行けないのは間違いなく時系列がおかしいんでゲンさんは人外だと思います。あ、ごめんなさい、あのね、ハタサコ移動経路言ってみて。そう、それも気になる。キッチンのバーガータスク、石油エレキ、勝ちやって上に上がりメインの部屋に行き配線だけやり暗室のやつをパッてやったくらいです。最終暗室出たくらいでした。え、メイヤーさんって女性寄ってるんですよね。そう、女性入ってから俺エレキに降りててハタサコとすれ違ってないからなんかだからハタサコ気になったんだけど、いや、僕の違和感も僕女性にいるって言われてるんですよ。ハタさんにメイヤーさん女性みたいなと僕いないこと分かるじゃないですか。誰もいなかったね、俺がいた。だからハタさん何見えてるんやろうっていうのが実点。停電中だったから僕メイヤーさんは見えてなかったですけど、伊豆さんは女性の部屋にいたと思ってるんですけど本当に伊豆さんいない。うん、結構行動を言えるかなと思ってて、メイン脇で配線と暗室やって、でタオル拾いに行ったら高田さんがいて、で藤宮さんもいて、でタオルタスクやるときには藤宮さんも高田さんもいなくなってて、一人でタオルタスクやってでアーカイブの方っていう感じやから、
ほどけろ俺それで合ってると思う。すいません1個提案なんですけれども、僕視点になっちゃうんですけど、ハイブリさんがゲンさんを切りで、ゲンさん切れたらハイブリさんを釣るで、ハイブリさんが弾け飛んだら僕釣りってどうですか。全然いいですけど、私なるほど高いっちゃうのかな。ゲンさんとメイヤ君やったらそれより伊豆さんメイヤ君からの対抗値だろ、畑坂君の方が気になる。いやめっちゃ畑坂が気になるんだよな俺も、うん、いや俺もそっちの方だと思うんだけど、ハイブリさんが弾け飛んで畑坂は死人のなんか、いや僕視点でハイブリさんが弾け飛ぶはずがないです。なんかずれてんだよな畑坂。今の色経路の話だったら畑坂は一番アッケロ怪しいと思っちゃうよ多分。でもそもそもなんですけど、原産視点で畑坂は無理って言ってるから、はい無理です。原産釣ればいいじゃんね。畑坂が無理って言ってる時点で畑源のラインがあって、で、そうなった場合原産釣れば畑坂までは、人外になるから、じゃあ畑坂が人外の場合原産まで人外になるからいいんじゃないかなって思うけど、中野ダルのハイブリ大体ダルマのせいだ。あれ？え？ナイスナイス。メインでプテ君の死体があって、あれ？だけではない。切ってないの？切ってない切ってない。死体がもう起きてる。シャワーから今入ったところで、アルマ君と魚がタオルタスク、メイヤ君がアーカイブからラウンジに行ってたから、その直前の動きとかはわからないけど。はい、とりあえず、その3人をスルーしてラウンジアーカイブシャワーメイン入ったところで死体があった。俺ね、プテヤさんとすれ違っていて、シャワー室のタオルタスクでカンカンタスクやった後にコピ様が鳴ってる最中ですね。でシャワー室から戻って上のタオルタスクを入れようとしたら、シャワー室とメインホールの扉のちょっと上ぐらいで交差してます。俺がシャワー室の覚え毛の方側からプテヤさんが上から下にで抜けてって、でリポートなのでてっきり俺はハイブリさんがシェリフで切ってるのかなと思ったんだけど、 それだったら話が変わってくるので、うん、実践はアルマさんが弾けます。アルマが中野アルマが上から来てるため、うん、アルマは弾けます。結構ショッキングということです。俺が最後エンジンから米サボに入るところの通路の扉開けようとしたら、米サボに入る人がの扉だけ見えました。それが現です。コックピットでタスクをして藤宮さんに見送られた形です。でアドミン見て、ミーティングに1とシャワーが3ついてます。その直後に米サボが始まって私は直しに行こうとして、通信室に入って終わり。その直後に米サボだったらシャワーさんって誰？僕は絶対シャワーじゃない。俺が入ってる。俺がシャワー。あ、高さんいましたね。俺も入ってるかも。プテヤさんがね、なんかね、配線テストの下あたりで止まってったから、なんだこの人と思いながら。うん、俺もなんだこいつと思って行ったりして。このターンのこのキルって僕のことアルマとか弾けますよね、きっと。アルマと僕、シャワーアーカイブですれ違った後じゃないですか。まあ、魚さんの後ろに僕らがいるんで、魚さん視点で僕らが両方無理だと思います。そのメイヤさんすれ違った後にシャワーに入ってタオルタスクのとこに到着した時に下から来る魚さんと合致して一緒にタオルタスクをやってるって感じ。メイヤ切ってる場合ね、すげえギリギリの視界外から切ってる。あ、無理だと思います。その時間軸でタオルやってる時間があったらハイブリさんとすれ違ってるから。高田さん視点で現藤宮は無理なんですか。無理じゃない、左にいたんだ。藤宮バイタルにいるんで誰も弾けないです。バイタル、バイタルにいるんだ。ゲンさんの情報じゃん。ゲンさん見送ってもらったってどこで。はい、私エンジンコックピットまで藤宮さんとってます。だいぶ序盤ですね。さんボタンをメインキリだけ。そうだね。ライン切りでも誰？次を決まは。米サボ直してるのでマットはないです。はい、うん、見てます。これ俺どっか打った方がいいよね。し、はい、客観視点どっかで綺麗に
あ、撃って2キル起きたら PP になっちゃう可能性が狂うって PP になっちゃう可能性が僕シンプルに初日キルのやつハイブリさんがシェリフを何らかの形で乗っ取ってる可能性が一番薄いと思って、そうそう、で、ハイブリさんが確定シェリフで、そうだね、プテが死ぬ、俺が乗ってる場合はプテ君を切ってるって言えばいいから、そ、あ、そうそうそう、うん、そう、プテさんが殺されてるってことは、まあ、クルーの可能性が高いため、やっぱり基地側の扉の方から切ってるってことはなさそうだと思ってたけど、違う、違う、ないんじゃないですか。だからエンジンキッチンの弁当を、ゲンさんもしくはメイヤさんとかがっていうのが、一番怖いって、それに関して話したいんですけど、ゲンさん視点で畑底が弾けるのに俺が弾けない理由って何ですか。だって畑底さんの方が先に右に行ったから、だってその後例えば畑底が女性に隠れてそこの戻って切るとかもできるんじゃないですか、ゲンさん視点で。そんな時間なかったでしょ。それこそメイヤさんの話で時系列が私合わないって話だったけど、エンジンとメイン間のドアを開けて私がエンジンに入るぐらいの時間だったらメイヤさんも可能じゃないですか。で、畑底さんができないっていうのはむしろ自然な思考だと思いますけど、まあ初手切りで詰めるんだったら僕視点は結構ゲンさんかなって思います。じゃあメイヤさんが対抗、今日から釣り始めてもいいとは思いますよ。いやは伊藤ケロがそんなに別に怪しくないなと思ってきちゃったけど、原さんは藤宮が初動、序盤に見たって言ってたじゃないですか、エンジンコックピットで、うん、私もそこはちょっと私の行動経路を言うんで、じゃあそれで話してください、はい、メインエレキ、メインエンジン、この前するコックピットです。でコックピットでやったタスクがリングフィットとパッチタスクで、その後アドミン見ようとしたらコミサブ始まり、でコミサブ直しに行こうと思ったら終わりで、右側にピンクが見えたって感じです。藤宮からして違和感ってあります？その序盤に見てコックピットにいる時間が長いとか。いや、分かんない、分かんない、うん、あんまり序盤に思ってないです私。コミサブそう、その本当に序盤なんだったらゲンさんずっとそこにいたことになるから、ね、いや9人やし釣り得やと思うからゲンさんから釣ろうか。うん、ゲンさん釣り、ハタサコ切りで、ハタサコ切れたら伊豆さんとかが、うん、あの神っぽくなって、切れなかったら伊豆さんまで人外っぽくなりません？木切りまでなんで入るんですか？ハタサコ釣りてー、だってハタサコが伊豆さんとあれしてるじゃん、俺とも。ハタサコ切りが多分丸いと思うんだけどな。です。いや、あのターン切るんだったらメイヤさんだったんじゃないですか。僕が切られるのがよくわかんない。あ、だから、別にこの ロラで多分完結すると思うんで、僕とゲンさんのロラでそこのあれは完結するんじゃない。ゲンさんって2キル目って高田さん視点で無理なんじゃないですか。あんまりってことはないのか。ドアが開いてた。2キル目は無理だよ。うん、2キル目って。2キル目は無理なのね。じゃあ、そうだな。じゃあ、あくまで初手キルで、まあ、メイヤ君までで、一人外、インポスターっていう前提で議論進めるとってよくて、ああ、いいと思います。いいと思います。ただ、その、キルできるできないじゃなくて、メイヤ君と畑底君の死人情報がもう初手でも食い違ってるから。いや、食い違ってはないですよ。あ、でも、大前提として、メイヤさんも2キル目できないから、うん、2キル目は現メイヤじゃない人がキルしてる。メイヤはね、キルしてないインポスターになっちゃう、もしシュートだったら。まあ、ゲンさんもそうですね。1キル目の容疑者も洗っときて、伊豆さんってどこにいたんでしたっけ？僕は、メインでは相手エレキのレバータスクの残りをやって、席アップロードして、席のテープタスクやって、停電直しに向かおうとして終了。停電じゃない、コミサも直しに行こうとして終了。まあ、ミーティング対。メイヤ君、藤目に初動に行くのは見てもらってるはず。メイヤ君まで釣って、俺がハタサコ君撃って、俺の乗っ取りをもう追ってくれないんやったら、ハタサコ君撃って、もし俺が弾け飛んだら、ハタサコ君が進行取るでいいんじゃない？その方が、伊豆さんとかも、その死人が、女性とかが釣れたのが、見間違いだったかどうかとか、その疑う。うん、まあ、撃つなら7人、撃つなら7人の時に撃ってほしいですね。一応、だから、今回、メイヤ君釣って、ね。いいんですけど、僕、視点は、僕とずれてる伊豆さんを撃ってほしいですけどね。いや、ハタサコは絶対撃たれるべきだよ。なんでかって言ったら、もう容疑者位置逃れられなくて、撃たれない。残ってても釣られると。釣られるだけ。だから、うん、そう、だから SG 位置になっても嫌やから、ハタサコが来るやったら、俺が弾け飛ぶから、それで。まあ、そうなった場合、伊豆さん、僕がめちゃくちゃ怪しくなるかなと思うんですけど。7人なんで、まあ、弾け飛んでも、まだ余裕あるじゃん。2キル目の容疑者が藤井、高、伊豆。でまあ、高田さんは無理なんじゃない？原さんの誰だったら。いや、原さんがコックピットの中で扉開けてるで、高田さんはエンジンの左だから通ってるんですよ、ね。まあ、俺は通ってる、通ってる。ああ、まあ、そうか。原さんの右にいるのか、高田さんは。そう。
まあ、一応旗白になった場合は多分伊豆名まで陣外になると思ってほしい。2人で旗さんとの死人を食い違ってるから、うん、あのスキップ入れてました。まあ、肌底切れた場合僕は白だと考えてもらった方がいいかもしれない。うん、うんうん、停電だから別にすれ違わないの全然変じゃないですけど、ね。まあ、確かにこのダルマスキンは停電中見にくすぎる周りが、うん、結局僕の死人間違いだったみたいです。え、でも僕視点はマジで見えなかった犯人。いや、そう、目の前で竹尾さんが弾けたんだよね。そう、ダルマがでかすぎたから。そう、ダルマがでかすぎて死人前が、いや、マジ見えないよねこれね。本当これ、私切ったんですけど実際。あ、実際だね、ゲンさんぐらいしか、はい、あのね、お肉に移動するじゃないですか、キルするときって、はいはいはい、あれがあんまり目立たなかったというか。強すぎ、スッて触れた感じでいきなり肉がバーンってできて。まず旗さこが来てなくて、ハイブリさんは僕を撃って自爆しました。え、まあ、とりあえず旗さんは来てない 100%、 カメラも光ってるから見てるはず。カメラはそう、伊豆ハイブリしかいなかった。途中高田さんも来てくれた。伊豆さんを撃つ意味なくね、ハイブリさんは。わかんない、ボタンがありかもしれない。ただ旗さこが来てない以上は旗さこ釣りしか、旗さこは釣るとして。あー、これは困ったね。これ多分旗さこマットとかの差がめちゃめちゃ高いから、旗さこ釣って誰か落ちる4人番目だからボタンを押さないとダメだね。これ多分タスク間に合わないと思う。マットだったとして僕がそこに伊豆さんがいたって嘘をつく必要ってありますか。メインモール、マットなら何してもいいから、逃げてるっていう証言になっちゃうから、逃げる理由が、あ、そう、あの、なんで来なかったかの説明してほしい、俺は殴る前に。まあ、伊豆さんは白で置くなら、旗さこ黒だからもう、藤高にのフリートかなと。そう、疑念めっちゃ分かって、ハイブリさんが伊豆さんを切るっていう、こう、のが、ね、ちょっと理解できない。まあ、それは理解できないけど、うん、だってそれ、カメラ見てて、カメラ見てる、藤宮とかは、伊豆さんを切って自爆してるっていう認識で大丈夫なの。いや、まあ、富サボが起きてるから。ただ旗さこ黒で置くなら伊豆名や白かな。俺結構早く直した自信あるんだけど、その間に。あ、いや、それな、もう話した。いや、僕らね、話してもうエンジンに向かっちゃってるんですよ、富サボがなった瞬間に。アルフジで見てて、え、これって今旗さこを釣って強靭だった場合って4人番目になっちゃうじゃないですか。うん、これって釣らなかったら一応30秒増えますけど、それでもタスクはきついですか。確かに旗さこ。あ、俺は結局道連れされるよりは旗さこ人外残しでの方がいいのかな。確かに。いや、でもそれでインポスターだ。うん、インポスターだったらどっちにしろ2キルが入らない限りは大丈夫だから。まあ確かに、少なくとも連盟屋で落ちていることが多くて、マットでマットが切られて落ちてない限りは大丈夫だから、うん、一人外落ちてる想定だとしたら、まあ、旗さこ釣りどっか。いや、でもマットだったらあれだから、こうスキップの方が確かに強いかなって思っちゃったけど、どうだ、どちらでも。でもタスク終わらなそうじゃないの、高田君。ああ、僕はタスク、まあいいか。うん、オッケー、じゃあ釣り。多分これもみ消されたら4人盤面でリアクター勝負になると思います。うん、出端切りのところだね。頑張ってください。これは結構やばいやつ。誰殺したの。タスクマット、魚さんだ。お、あ、マットか。やばかったね。ハタサコマットなの？マットです。え？じゃ誰がインポスターラスト？誰でしょうね。いや、これは俺は全然わからんかったわ。正直宮さんも見えてたんですけどね、僕は。あ、そうなんだ。はい、全然普通に女性に一緒にいました。あ、そうなんだ。初手はゲンさん？あれ？あ、ボタンがないのか。ない。初手来てんじゃなかったっけ？なんかのアルマって。来た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 。いけるぞこれ。あハゲジーへ勝て。ハゲ陣営、ハゲだるま2人が、これはこれはやばいよ。来た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 、ハゲだるまが、あ、勝ってくれ、ハゲだるまが、おお、お見事。いやこれは強いな。素晴らしい。ナイスミキルです。最後キルして直したのか。
お見事。そんな早くたまんないか。直してから俺が直ってから打った瞬間、飲んできてくれて。あ、もう30秒経つのが早っ、うん。お見事はね、これは素晴らしい。扉閉まっちゃってたのかね。やっぱ上手。ジュネさんがボタン押しそうなぐらいで。なんで一応。いや、畑さん待っとか、そう、畑さん女性にいたの合ってるからさ。あ、そうかね、霊界からリアクターか、あれ。うん、そう、俺がタイミングだなって思った。君屋さんのボタンを押すぐらいで押しました。なるほど。ビビラッカーだとビビったらいいタイミングで入れてくれたから、あっと思って。助かりました。この金、マジで停電中、自分以外全然見えないですよ、これ。確かに。そうだね。もうやめた、俺。俺もやめよう。カテキルの真相は、ハイブリーさんとプラスさんと僕が重なってて、ゲンさんが、多分弁当から来て、キルですね。そうです。キッチンの。マジで一切視界に映ってなかったですよ。すごい。全然わかんなかった。